修羅場デートですかね。聖地巡礼。星を巡る精神エネルギー、その力は風とともにこの谷に流れ込み。久しぶりにクイーンズブラッド行きました。コスモキャンドルは星の命を存分に生命が。旅の方、あなたもクイーンズブラッドに見入られてしまったようですね。大丈夫、恐れることはありませんよ。クイーンズブラッドも星が生み出したもの、それは大いなる流れの一部、つまり善。カードは祈り、そこから広がった波紋が定めとなるのです。さあ共にバウトを紡ぎ、星の意志に触れてみましょう。おいやー、久しぶりのクイーンズブラッドだったけど、相変わらずわけのわからんゲームだわ。なるほど、どうやらライフストリームが乱れているようです。クイーンズブラッドに邪悪な息吹を感じます。旅の方、もしこのままバウトの道を進むつもりならば、くれぐれも気をつけなさい。バウターたちが次々と命を落としているという話も聞きます。いいですか。カードは祈りです。カードは祈り、決して祈ることを忘れてはいけませんよ。どうかクイーンズブラッド祈りさん、このものに星の導きのあらんこと。さあボス倒せってやつか。おめでとうございます。そんなクラウドさんに、またアンダーソーサーにワイズという高性能カードバウトロボットがいるそうです。ぜひ戦ってその性能を確かめてみてください。はい、ということでね、まあもうすぐここね、来れるエリアに一回戻らなきゃいけないんで、その時にでもということで、おレッドサーティー、あ上に上がった。それではこれより私と谷を巡ります。とりあえずもう一人いたからこいつ倒しとこうか。あ精神エネルギー、我々が心を開けば生命学に興味が終わりなのですね。素晴らしいわ。この谷はお宝マテリア、どこかな、恥ずかしがらずチョコボ持ってるんですね。手を置いて。さあでは割とホラーだよこれ。写真屋さん、もう全部周り終わってんだけどね。またお会いしましたね。クラウドさん、いつものポーズお願いします。あ祈ってる。コスモキャニオンの大地を眺めていると写真の限界を感じてしまいます。この感動は実際に目にしないと絶対に味わえませんからね。でもだからこそ挑戦しがいがあるんです。神秘的な撮影スポットが見つかったらぜひ教えてくださいね。割と近いのかよくわかんない。どう、とりあえずこれだけやればもう終わりか、一通り回ったになるのか。まあもう一クイーンズブラッド雑魚戦だからそんなに苦戦はしないと思うんだけどね。多くの人々に次の勉強会まで一度来てる。ただどこにいるのか。あいた、どちらも。あれハゲだ。おーっと挑戦者が現れました。まずはお名前でもこれまで数、あなたこれは面白くなってきました。テロリストだから名前を名乗るわけにいかんのだよ。実力で語っていただきましょう。相手はもちろんこの私、饒舌のバーンズが務めさせていただきます。やったぜ。皆さん
ご覧いただけたでしょうか。私、手も足も出ませんでした。ついに最強のバウターが見つかりました。彗星のごとく現れたこの大物ルーキーに世界中のバウターも震撼していることでしょう。彼の登場によりクイーンズブラッド界に革命が起こる、そんな気がします。本日は素晴らしいバウターをありがとうございました。最強のバウターは見つかりましたが、引き続きお楽しみください。ハゲは饒舌。まあハゲやからな、しょうがない。じゃあイベント進めますか。エレベーター動くのかな。いや、そう動くっぽいね。下にまあイベント進めましょうかね。降りてきてあのエレベーターだな。ここやな。じっちゃんのとこ行きましょう。長い。よし。どうか。どうも。ああ、ダメダメ。見学者の方の出入りはお断りです。ここは貴重品を保管してる倉庫なんですよ。ああ、そうなんですか。お、動いてる。待ってたのかあいつ。俺2周目か3周目のプレイの時にね、レッド13の名前をナナキにしたんだね。ナナキナナキだからってずっとナナキナナキっていうようになっちゃって、私はナナキ、ナナキの本名ナナキだから、わけのわからんキャラになっちゃって。ブーゲン様の許可が下りて鍵を受け取った人だけが入ることができます。あ、はい。なんかいろいろ不思議なところやな。恐れるべきものがあるとすれば、それは同じ星に生きる隣人ではない。星の轍の外より来たる異なるもの。はあ、この人たちだよ、じっちゃん。ほうほうほう、ののきが世話になったそうだの。明日よ。わしはマテリアに乗ってんのか。ハーゲン、少しばかり星には詳しくてな。コスモキャニオンで生命学を教えている。少しだなんて、じっちゃんは知らないことなんてないだろ。知ってることだけだよ。そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。おいらだってもう48歳だよ。マジか。七木の一族は長命じゃ。人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。おいらは父とは違うんだから。ああ、ほうほうほう、ナナキよ、もう谷の者たちへの挨拶は済んだのかの。まだ行ってくる。失礼したの。よければ中も見学していくといい。キャプテン翼でこんなシーンあったよね。ボールで身の上に乗ってスーッと行くシーン。まあマテリアだけど。七木を鍛えてくれたそうじゃな。外の世界を知ってたくましくなったかな。たくましくなったんじゃないですかね。
これメテオか。星の営みを記録するための機械じゃよ。デリケートな代物だからの。扱いには気をつけるのじゃぞ。ああ、全部一回調べるみたいな感じか。おお。それに触ると雪崩を起こすぞい。片付けろ。これはいいものだ。この亀いいものですね。タイプライター。地球儀。星とその周辺の星々の縮図じゃ。さしずめ積もった埃が人間といったところかの。天体模型。星をめぐる記憶の結晶。目で見える以上の輝きがそこには秘められておる。隣に変態がおることだけは分かった。ふう。とりあえず1フロアは OK かな。2フロア。あ、眩しい。ハンモック。ハンモックも一回ぐらいね、寝転んでみたいんですけどね。なんか今、立体映像出てこんかった。人は星々から多くのことを学んできました。お七期の昔の映像じゃ。あの頃はいたずらばかりしておったの。太陽液。アレクサンダー。あ、違う。パイプオルガン？ん？なんだこれ。それはごく初期の魔鋼探知機じゃ。ビビが。いよいよ寿命かの。そうせくでない。そこは後でな。怒られた。ほうほうほう、珍しい機械がいっぱいじゃろう。全部星とつながる道具じゃ。まだもう一フロアあるんじゃよ。気球？かぼちゃ？それは気流発生器の模型じゃ。ああ、飛んでた飛んでた。風力で動き、新たな風の流れを生み出す。実物はもう見たことがあるかの？そうはならんやろっていうね、道具ですね。永久期間だぜ。風の力でね、浮きながらさらに新しい風を生み出すとか。我々がここで観測しているものは、遥か彼方、ウーゲンハーゲン様に失礼のないように。万引き。宇宙は常に発見に満ちていますよ。お、これ天体望遠鏡っぽいね。これがラストかな。よし。ほうほう、世界一の大きさの星々の営みを観測する望遠鏡じゃ。こいつで見る星空は最高なんじゃが、今はレンズが曇ってしまっておる。すまないの。
全部かな。日本にもね、こんなめちゃくちゃすごい、天体望遠鏡あるよね。言うてよ、誰が襲ってきたか。義族か。星の声。お前喋るんかい。あ、この声アルテマウェポンか。星の悲鳴、悲しげな調べじゃ。最近よく聞くようになった。電声管を伝って地中深くから聞こえてくるのじゃよ。これは星の悲鳴ではありません。星を守るウェポンの声です。ほう、ずいぶんはっきり言い切るの。私たちウェポンを見たんです。ゴンガガとコレルの魔航路で。すごく大きくて。ほうほうほう、それは興味深い話。ファッショナブルなファンキーなじいちゃんやな。が、魔光中毒の症状は様々じゃ。気をつけるのじゃよ。え、あの魔光中毒じゃないんですけど。ほうほう、そうかそうか。そうかそうか。お前さんたちはどうやらきちんと生命学を学んだことがないようだ。うん、良い機会だ。こちらへ来なさい。なぜなに生命学復習って言っても予習もしてないけど、生命学ってそもそも何さレベルなんだけど。これは生命学習機。最新型が神羅本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。では始めよう。おお、学習装置プラネタリウム。あいつ、え、ガクザ呼びか。グランドクロス。綺麗。ほうほう、驚くのはまだ早い。流れ星。星と宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは今明らかに地球があったよ。基本じゃ。この星はそもそも地球なのか。この星はっていうのはあるけど、豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。人は生き、やがていつか死ぬ。ジョンは死んだらどうなる。体は朽ち、星に帰る。これは輪廻転生の概念ですね。意識、心、精神はどうじゃ。実は精神も同じく星に帰るのじゃな。星に帰った精神は混じり合い、星を駆け巡る。本当に星を巡り混じり別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフストリーム、すなわち星をめぐる精神的エネルギーの流れじゃな。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。じゃが
その精神エネルギーがなくなれば。星が滅びてしまう。ボロボロになっちゃった。壊れちゃったけど。壊れた地球は大丈夫ですか？これが生命学の基礎中の基礎。魔鋼は精神エネルギーの浪費。これは事実なんだな。その通り。吸い上げられ、加工された精神エネルギーはもう本来の役目を果たさない。機械の中で消費され、消えていくのじゃ。本当に消えるんでしょうか？そうではなくて、ライフストリームに帰って何か別のものになるということはありませんか？親切？いや、親切じゃな。うん、お主はセミナーに参加した方が良さそうじゃん。セミナー、宗教のセミナー、やばい匂いしかしない。お呼びでしょうか？お嬢さんをセミナー室に洗脳されそう。こちらへどうぞ。薄い本が熱くなるな。はい、あ、私も。おっと、セミナーにドハマりの女子2人。宗教セミナー洗脳だな、次に来る言葉は。おい、ジジイ。ブーゲンハーゲン、巡る命が消えれば星は壊れ終わる。石油も似たようなこと言われてたけど、いつなくなるんですかね。例えば巡る命を強くするとか。そんなことは知らん。急にどうした？だがわしの生命学はもう古いのかもしれん。これほど人が星に深く関与する時代などかつてなかったことだ。星も人も変わる。生命学もな。ブーゲンハーゲンを100歳超えてそうだよ。わしはもうジジイじゃ。学びきれないのは寂しいの。ダッシュ。ついに一人になってしまう。さあ、戻ればいいのか。さあ、なんか起きそうだね。七木がお世話になったそうですね。ありがとうございます。ブーゲン様から倉庫にある旅に役立つ物品をご自由にお持ちいただくように言われてます。ぜひ倉庫にお立ち寄りください。鍵くれ鍵。何があるかな。商品倉庫。お、星の神秘。オッケー。それは倉庫とは関係のないアイテムだよな。モーグリメダル5個。金。なんていうか、もっとこうさ。ここでしか手に入らないもの的なものが欲しいんだけどな。精魔石。取り捨てた取り捨てた。
あ、レッドサーティン族。お、さすがにこの色はレアだろう。クリスタルメガホン。ケットシーの装備数。エクスポーション。まあ、来なくてもよかったかな、レベル。すみ。じゃあ俺帰るから。どうぞどうぞ。どうもどうも。